流血杯第36回バンエーグランプリメムロボブサップで見事4連覇を果たしました管理します坂本統一調教師です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや4連覇です。今達成してどんなお気持ちでしょうか。まあこれは常に狙って体調を整えてやってきてることはきてるんです。ただそれがこの熱中症で壊れる可能性があるからそれだけが心配。そういう心配がありましたけど状態面はいかがでしたか。最高でやってくれました。安倍騎士の努力が実ったんじゃないかと思っております。はい、レースはご覧になってていかがでしたか。もう安心していました。去年の旭川記念はスタートした瞬間勝ちを確信したというお話がありましたけど今日はどのあたりで。今日はもう焦ることもなくみんなで揃えて出てくれたからもう大丈夫でしょう。もうスタートのあたりですね。じゃあ今日もそう馬がもうワンカンポ進んだ時にもうギュッと二の足が伸びてくる。あ、秋以降も今後も期待してよろしいですか。はい、これからもまた十分に管理しながら調教しながら健康を見るのが私の仕事です。はい、では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。これからもボブを中心にまた応援よろしくお願い申し上げます。